こんにちは、そっかじくのくぶです。今回の YouTuber さん紹介は、YouTube の伸ばし方というテーマで YouTube 発信をされている MJ さんですね。この方まだ非常に若くて、で、喋りもすごくね、上手なんですけども、まあ一発撮りの動画ばかりを出してるわけなんですよね。で、今回なんでこの方を紹介したかというと、YouTube の伸ばし方、つまりは YouTube の再生数とかチャンネル登録を伸ばすことに特化したチャンネルなんですけども、実はね、この方先日チャンネルが 終わったんですよ、うん、終わっ,たっていうのはどういうことかっていうとできなくなっちゃったんですよいろんな事情があったんですけどつまりは YouTube の成功の仕方を教えてる人が失敗したんですよでも今日の時点12月の21日の時点で新しいね動画を出して再出発してそっからチャンネル登録順番に目指すぞってね倒れても立ち上がってくるんですよねいやあの順調に伸ばしていったチャンネルがこう潰れちゃうと それれは面目も丸潰れだし精神的に結構落ち込もうと思うんですよでもね何回失敗してもやり直すと失敗ってのは気づきであり成功に向かう一つのステップだってことを知っているんで挫折や失敗なくして成功の旅路にたどり着くことはできないというふうにねやっぱり思ってらっしゃるんでしょうね、まあ、ですんでねあのー、多くの YouTuber さんで もう挫折した方とか、やっぱ諦めちゃった方って、たぶんこの MJ さんほどのダメージじゃないと思うんですよ。ここまでね、名をさらして、顔を晒して、そして、ある程度の影響力を持った人が、ドカーンと、ボカーンとなっちゃうと。それはね、恥ずかしくて、街歩けないような状態ですけども、くじけずに笑顔でまたね、放送してらっしゃると。そして今、チャンネル登録が4840人。YouTube のショート動画は全然知識ないけど、それでもやっていくぞっていうような決意を表現してくださいました。 20分ほどの動画で再生数はね216ですよ一時期はね数千数万ってのをバンバン叩き出していたんですけどもそこから考えるとね見る影もないなと思いますけどもでも再出発する時ってのはこんなもんなんですよ傷だらけで立ち上がった時っていうのは前みたいに走れないんですよでもやっていくしかないじゃないですかでこの MJ さんを見てると私自身すごく励まされますしすごく学びになりますねえということなんで一度挫折したいや一度じゃないかもしれません 挫折しても、倒れても、失敗しても、それを糧に次の第一歩を示し続ける、この MJ さんをね、私は今回紹介したいと思います、えー。そんなにね、動画をたくさん見たわけじゃないんで、断片的にしかわからないんですけども、でもこのね、うまくいかなくてもやり直すんだっていう姿勢は、多くの方に紹介したいなと思いまして、今回の YouTuber さん紹介に変えさせていただきました。それでは、概要欄に MJ さんの動画貼り付けてますんで、よろしくお願いします。私もチャンネル登録はしております。それでは、